高野区長よりエールを送っていただきました。高野区長ありがとうございました。またこのお席には地元の長老榎本大吉様をはじめとしまして、地元のさまざまな方面でご尽力いただいています方々のご臨席をいただいております。本日はご参加ありがとうございました。ところで3年前の3月11日東日本大震災が発生しました。大正大学でも震度5強の揺れがありました。キャンパスでは大混乱に見舞われまして、帰宅困難な教職員学生200名以上がこの会場の横にあります10号館の食堂や体育館などで共に一夜を過ごしました。私たちがこんな思いで過ごしていた間、東北の地では皆が想像を絶する悲劇が続いていました。とても人ごとでは済ませるわけにはいかない、とにかく出かけなければ。こうした思いだけで取った行動はそれまでの大正大学ののんびりとした気質を大きく転換するきっかけになりました。これらの取り組みの先に見えてきたのは、地域に愛され地域と共に生きる大学の姿だったのです。さて、先ほどまでほんのりと明るかったキャンパスは暗くなってまいりました。これよりチャリティーイベントを開始させていただきます。まずはじめにアーカイブ東北への思い。先ほどご案内申し上げましたように、震災後私たちはさまざまな障害や環境を乗り越えてご縁がありまして、宮城県南三陸町において4月11日から24日までの2週間、教職員学生延べ150名が組織的教育的にボランティア活動を展開させていただきました。震災後大混乱している町で私たちの活動を大学生の教育の一環として受け止め、私たちの面倒まで見てくださった方々との出会いが、その後の南三陸再生のキャラクターオクトパス君の復活をお手伝いすることにつながりました。こうしたご縁で現地に大学のエリアキャンパスを作ることになりました。また大正大学だけではなく、いくつかの大学が発起人となって次大ネット36と書きまして三陸という組織を結成し、今日に至っております。本日はその南三陸から3名の皆様を特別ゲストとしてお招きしております。今からお名前をお呼びしますので、どうぞステージにお上がりください。南三陸町役場職員で入谷公民館館長、またオクトパス君の生みの親である阿部忠義さん、そして阿部博之さん。阿部さんは大正大学の子会社株式会社 T-MAP が出資して作りました農業法人農工房の社長です。今年の夏頃からこの農工房で作りました野菜や花が巣鴨の地に運ばれまして、学生や地域の方々に提供される予定になっております。そして最後に南三陸出身で東北学院大学職員の遠藤義康さんです。南三陸町でのボランティアをするきっかけを作ってくださった方です。それでは皆様にメッセージをいただきます。どうぞステージにお上がりください。ようこそお越しくださいました。はい、皆さんおはでございます。はい、まずはですね、オクトパス君の生みの親である阿部忠之さんからお話を伺わせていただきます。今日はどうもありがとうございます。お越しくださいまして。はい、皆さんこんばんは。オクトパス君、私あの震災前からちょっとあの作ってまして、あの南三陸町他校の産地で、それがあのキャラクター化できないかなということであの始めたんですけど、
私のアトリエですね、震災で流され、奥徳和君のこの工場っていうんですかね、でもすっかりこう綺麗に流されて、諦めてたんですけども、まあ、先ほどあの司会の方からご紹介ありましたようにですね、大正大学さんのボランティア、まあ、ご縁で、オクトパス君を、まあ、復活させたということです。それがおかげさまで、7万個以上あの売れてます。まあ、特に復興祈願もですけども合格祈願にあやかて机の上に置くとパスするということで、はい、合格祈願グッズとしても今大好評で、昨年ヤフーのトップに上げてもらって、おめでとうございます。相当アクセスがあって、はい、1000件ほど注文いただいて、なんとかうまく回ってます。この後もオクトパス君可愛がってほしいなと思います、はい、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いいたします。それから阿部さんにお話を伺いましょう。農工房の社長を務めていらっしゃる、はい、この夏から野菜が運ばれてくるの楽しみですね。はい、今頑張って企画中です。今現在作付け中なのはですね、はい、まずじゃがいもを今やっと芽が出てきました。おそらく8月頃には掘り取りをしてですね、まあ、夏あるいは夏ちょっと過ぎあたりですかね、その頃にはまずはジャガイモがお目見えできるかなというふうに思っています。それから、震災の年から始まった事業ですけれども、農業、まあ、法人ではなくて、雇用対策として始まった、農園事業というのがありまして、その中で、まずネギを作ってみようということで、3年前からネギを作っております。そのネギが、地域の産物に今なろうとしておりますので、はい、秋頃にはそのネギが届けられるかなというふうに思います。ここは大台ということでカモがありますので、カモはネギを食ってきたというふうにぜひなって、そのようになっていければなというふうに思っております。一生懸命取り組んでまいります。よろしくお願いします。はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。それでは最後にボランティアのきっかけを作ってくださいました遠藤義康さん、お願いいたします。ボランティアの活動というのはいかがでしたでしょうか、ご覧になって。はい、どうもおばんでございます。まずきっかけということで今ご紹介いただきましたが、震災直後携帯電話も何も通じない状況の中で、大正大学さんの、まあ、職員の方ですね、ちょっと仲間がおりまして、それで携帯の留守電に着信が入ってましてですね、それが一番早かったんですね。で、携帯が通じて折り返し電話をすると、まあ、まずは生きてたのかということだったんですね。その後にやっぱり大学の使命として、まあ、被災地に出向いてですね、まあ、支援をしたいという話がありました。で、たまたま私が南三陸が出身であったがためにですね、南三陸にというそういうことではなかったんですが、まあ、南三陸、まあ、出身でですねいたので、まあ、被災地に、まあ、どこでもですねそういう形で、まあ、支援していただくことは非常にありがたいことだということでですね話をさせていただきました。その中で、まあ、南三陸も、まあ、その候補というですね挙げていただいて、最終的には大正大学さんの総力を挙げてですね、まあ、南三陸以外の地域もですね思いはあったかと思うんですが、南三陸に本当に多くの人も支援もですね本当にありがたいことですね傾けていただきまして、で今こうして、まあ、大正大学さんを通じてですね多くの地域の皆さんがこの目の前におられるというのは本当に何と言いますか感慨深い、まあ、ここまで1対1